公認会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表をしております。今回は帰省、里帰りについて憧れがあるというようなお話をしたいと思うんですが、私は帰省とか年末年始の里帰りというのがちょっと憧れがあります。でなぜかと申しますと、私は静岡市に住んでいるんですが、地元がですね、静岡県東部の沼津市というところにあります。距離にして50キロか60キロぐらい離れてしか離れていなくて、車でも1時間ぐらいあれば十分ついてしまう距離ですね。で日常的に月何回も沼津に行ってますし、そのうち1回ぐらいは、実家に行って両親と、顔を合わせるなんてことをしてますので、里帰りというか実家に帰るというのは日常的なことだというような状況です。でそのような状況でですね、改めて盆とか年末年始に、帰ることはあるんですけども、あまり特別感はないんですね。日常的に書いてますから特別感もないので、なんとなく一大イベントという感じはしないので、寂しいかなと思います。で他のテレビとかニュースで見ると、新幹線で、帰られたり、高速道路の渋滞の中を帰られると大変な思いされている方がいらっしゃると思うんですが、そういうことを見るとなんとなく羨ましいかなというような思いもします。その大変さが羨ましいではなくて、旅行気分というのがですね、ちょっと羨ましいかなと思います。はい。でちなみに妻の実家は静岡市の方です。にありまして、私の家から30分ぐらいについてしまうんで、全然帰省するという雰囲気ではないですね。というような状況ですので、帰省について羨ましいというようなお話をさせていただきました。